YouTube をご覧の皆さん、よろしくどうぞ。京一郎です。新年明けましておめでとうございます。まだです。明日31日を迎え、31日が終わりますと2017年でございます。チャンネルちゃん、今年も1年間ありがとうございました。はい、乾杯しましょう。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お前らも乾杯。まあ、なんぞやと思うんですけども、まあ、2016年度、まあ今年だよね。いろんなことしてきましたね、ちゃんで。うん、うん、2016年度、きょうちゃんが YouTube でご紹介したものの中で一番美味しかったベスト5。2016年5月17日の動画です。5月、何だと思います？わからないのちゃう、姉ちゃん。いや、わかんないって。それでも動画で紹介したんだよ、食べ物。ハラス、ハラス。5月じゃありません。正解はですね、5月17日の動画で食べた岡部屋のパンです。北海道の実家に帰った際にですね、私がこう実家の近くにあるパンがとても美味しいということで、各色のパン屋さんで限定で売ってるフレンチトースト、フレンチトーストを食べるよっていう動画だったんですけども、そこの各色のパンがね、とても美味しかったと、すごく私の中で記憶にあります。ちなみにこのランキングにはですね、もともと私が知ってる食べ物、例えばエニシアのラーメンとか、ツナ納豆とか、まあ、そういった類のものは外れております。要は俺が初見で食べて美味しいなと思った食べ物を、ベストランキング5に入れてますんで、皆さんその辺を、お楽しみいただければなと思います。ということで5位がパン屋さん、岡宮のパン屋さん。はい、4位。さあ、というわけで、第4位はですね、2016年4月6日の動画でございます。4月、わかんない。はよ、正解は、ギガビッグマックです。あー、ギガビッグマックは美味しかったね。ビッグマックを超えたビッグマック、ギガビッグマックは美味しかったですね。やっぱマクドナルド2としては、どうせギガマックも一緒だろうと思ったら、まさか超えてくるっていうね。ギガビッグマック、その肉の量も多くなってね、チーズの量も多くなって、うん、動画撮ってるんだ、うん、すみません、動画撮ってるんですけど、動画に動画撮ってるんです。第3位。あ、これ今年かって思ったよ。デザートです。わかんない。第3位はですね、なんとなんと遡りまして、2016年2月18日の動画でございます。2月、お前らの言ううまいコンビニ飯食ってみた編です。要はファミリーマートの美味しいものを紹介したら、これも美味しいから食べてって言った中にあった一品、たい焼き、ラーメン、あ、たい焼き、たい焼き、クリームたい焼き。あー、クリームたい焼きがね、この時初めて出会って、なんだこれうまいっつって、俺の中でもレギュラー化しましたね。ね、なんかしょっちゅう食べてるよね。いや、もうほんとそれぐらい、ファミマやったらちょっとついつい買っちゃうような一品で、それぐらいね、ほんとハマりましたね。うん、第2位、パインバーガー。惜しい。第2位はですね、2016年、6月18日の動画でございます。正解はブリとバイモリです。これ第2位。あれね、今年ね、レイカがね、ずっと俺に言って予約した予約したっつって、いよ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 っつってね、買って食べた。バイモリはうまかったですね。やっぱりこう普段こう普通のね、ブリとハムチーズしか食ってない僕にとって、バイモリという初体験、うん、これはとてもじゃないけど美味しかったですね。第1位はパインバーガーでございます。ブリとを超えんの、きょうちゃんと思うかもしれないけど、やっぱり衝撃でしたね。衝撃の方、あれは衝撃だった、マジで衝撃。そのもともとフルーツ、あったかいフルーツとか俺食べれない人だったから、食べれないっていうか、その美味しいと思ってなかった。アップルパイも苦手だし、やっぱフルーツは冷たいもんだろっていう意識がすごい強かったの俺の中で、うん、でもそれでもやっぱりその衝撃を超えてきた、うん、いや、うまいんだよっていう、いや、マクドナルドすごいなっていう、うん、このね、必勝バーガーはマジで必勝バーガー。これはちなみに8月3日ですけど、うん、必勝バーガーはね、本当に俺の中で、人生の中でね、これはいい初体験だったなっていう一品でしたね。ちなみに結構やっぱりこの上半期の動画が多いじゃないですか。そうね、だから今年最初の方しかびっくりしなかったのかなと思って、まあいろいろ考え、実は第6位に、ほんと先日あげたどん兵衛炊き込みご飯が食い込んできたんですよ。第6位、それぐらい美味しかったの。ちなみにチャンネルちゃんは、でも食べ物とかじゃなくてもいいよ。全部気に入ってんだよ、レイカは。動画じゃあ、ありがとうございました。2017年もよろしくお願いします。バイ。せーの。いつも